第5試合スタートしました。さあスピードスタート先行といったところでメタリック2号選手ボールをカットしまして、これスピードスタートのボール、そうですね、同じ色のリボンをつけているのは同じチームの、メンバーですね。さあチームはこのリボンの色について、さあ田中選手踊り出た、田中選手をゴールキャッチ、田中選手をキャッチしても特にゴールにはなりませんよ。さて、ここでストライカー選手、田中選手が前回のゴールを狙っているというところ、オービカンセリカ選手うまくガードしたい、ただボール出てしまった、ボールがノーガードだぞ、田中選手がボールを挟んで焦げてしまう、こういう場合はですね、一応ボールを挟んで解除した状態、そうですね、ボールを挟んでの移動はルール違反になりますからね。さあここでゴール出ました、メタリックとして当たったようですね、それなので、スピードスターのボールになります。スピードスターの田中選手ボールうまく黒い位置を狙って投げ込んだ、ということで、こちらもう一回チャンスがありますが、おこれは手に入れた、さあステージ6本ここになります、といったところでここでキーパーキャッチ、メタリック1号選手キーパーキャッチでゴールキックとなります。さあチーム展開ゴールキック噛み上げてペナルを定める、ここでさあうまくノーガードのところに行った、ミカンスリッパ選手がキャッチに行く、さあ中央に投げ出したいところだが、ここでメタリック2号選手倒れてしまった、起き上がれるかといったところで、サーガ選手がボールをキープ、ミカンスリッパ選手ガードに入るが、おっとここでメタリック2号選手がカットに入る、さまだここでチーム展開のボールとなります。メタリック2号選手スローインです、おっとミカンセリッパ選手、ミカンセリッパ選手真ん中に入りまして、ここで投げ入れた、さあ続行です、続行となりますが、サーガ選手がキック、おっとライン上です、まだライン上、ボールライン上なので続行になります。さあメタリック2号選手がそれ中に入れたい、中に入りました、しかしここでサーガ選手が取りに来た、さあサーガ選手のメタリック2号選手の攻防、ここでミカンスリッパ選手がうまく余計に入るが、これはハッチ、さあストライカー選手の前に、さあサーガ選手ストライカー選手でボールを攻めたいところ、ここでハーフラインを越えた、さあミカンスリッパ選手とメタリック2号選手が押し込みたいところ、さあうまく間を抜けた、間を抜けてこのボールうまく弾いた、さあミカンスリッパ選手とサーガ選手が取りに行く、サーガ選手ここで蹴れるか、シュートを考えないシュートといったところで残り政治が1分を切ってまいりました、1分を切りましたので、ボールがラインを越えると時計がストップします、お互いに得点のないところで、そうですね、なかなかねゴールに繋がらないですね、なかなかこの実力拮抗といったところ、はいはい、ボールを脅かしていくのはストライカー選手といったところで、おっとメタリック1号選手2号選手を掴んでも意味はないぞ、ここでメタリック1号選手がボールをキャッチ、キーパーキャッチとなります、ゴールキックチーム展開ゴールキックとなります。さあメタリック1号選手がボールを掴み上げて落としてしまった、これは続行、おっと危ないぞ、ストライカー選手が一気に前に出る、さ
優しい自分で外に出してしまった。さあチーム出演会コーナーキックとなります。あ、スローインですね。チーム出演会スローインです。ロボットもだいぶ疲れてきてますね。はい、はい、この5分間全力で動いているというわけですね。そうですね。かなりスタミナが、はい、スタミナ切れ、バッテリー切れを発生してますか。ただうまく避け出したいところ。さあここでストライカー選手でスローイン。スピードスタートのボールが本田がうまくキープ、うまくキーパーセーブした。ボールは行ってますよ。さあただボールはまだ行っているといったところで、未完成の選手、まあ、キーパーキャッチを狙っているようですね。さあおっとこれスパイン出てストライカー選手スローイン、スピードスタートのボール。さあこれもうまく回したいところだ。これはキーパーに当たってしまったためオンゴールということで青コーナー、スピードスターチーム1点先取です。まんまと当たってしまいましたね。このスローインから当たって入ってしまうのが一番怖い入り方ですが、残り6秒スタートしまして、1点取り返したいが、ここで前半終了。